皆さんどうも、シュメルです。今日はですね、Pixel 6 Pro と6の比較動画になります。まあ、しかしですね、いつも比較動画結構長く撮りますけれども、今日は簡潔にいきます。で、なんでかっていうと、前回の Pixel 6 Pro のレビューと、前々回のですね、Pixel 6のレビュー動画ね、見ていただいた方には、今日のレビューの結果っていうのがどういう風になるかっていうのは、もう想像がつくと思うんですよね。でね、もう先に冒頭で結論をね、話すんだけれども、この2台で今悩んでる方っていうのは、もう Pixel 6 無印版一択なんですよねで何でかっていうともう理由は簡単でピクセル6っていうのはお値段以上のパフォーマンスを得られるからなんですよねおそらくなんですけれども7万5000円で買える端末としては私はですねこいつが今最強の端末だと思いますで残念ながらですねピクセル6プロに関してはまあ価格の割にですね完成度が低いんですよなので11万6000円も払うほどの価値っていうのがねまあこの端末にはないかなっていうふうに私はね結論付けております ではね、ここからもうちょっと深掘りしていきましょう。じゃあ、まず初めにね、いつも通り8つのカテゴリー別の評価を、ね、用意しました。で、私の評価はね、こうなっていて、これ見てね、まずどう思いますか結構ね 引き分け多いなっていうふうに感じませんあの、例えばですけれども、処理能力ですね。これも引き分けにしています。確かに RAM はですね、12GB のえプロ版と 8GB の、えー、無印版ありますけれども、まあ全然ね、使っていてその違いの差っていうのは分かりませんし、さらにね、発熱の処理ってなんでか知らないけれども、Pixel 6の無印版の方が、まあ、良かったんですよね。なので、まあ一応いろいろありますけれども、引き分けにしておりますし、 次にディスプレイですね。ディスプレイも 120Hz のリフレッシュレートの、えー、プロ版と 90Hz。まあ確かにね、30Hz の違いっていうのは若干ですけれども気づきますけれども、まあそんなにね、えー、実生活で大した差があるっていうわけじゃないし、さらに カーブディスプレイですね。プロ版のカーブディスプレイ。まあ見た目はいいだけで、機能性には何の違いもないんで、まあ、正直ですね、あのむしろ、えー、もっと悪い点を言うとですね、保護フィルムを貼るときにですね、明らかにプロ版の方がめちゃくちゃ貼りづらくて、無印版の方がかなり貼りやすかったんで、もうそういった点も考えれば、まあその性能差は少しありますけれども、引き分けとして考えます。 で次にね、OS の使い心地っていうのは、まあ、どちらもですね、Android 12で、PureAndroid の OS 体験なんで、もうね、全く同じ使用感ですし、あとその他の点に関してもですね、IP68、無線充電ですね、ワイヤレス充電、そしてフェリカ対応ということで、まあ、大体ね、同じなんですよ。まあ、ただね、こう、重さが、デバイスがですね、大きい割には、Pixel 6 Pro の方が、まあ、そんなにね、重くないんですよね。ほとんど重さ同じなんで、まあ、その点はですね、Pixel 6 Pro の方がいい。 いいうふうにに思まますけけれれども一応引きき分ししておきましょうそれでねピクセル6プロにとっての優れている点っていうのはまずカメラ性能ですよねただカメラ性能とは言ってもですねメインと超広角レンズっていうのは全く同じハードウェアなんで差がないんですけれども望遠性能はですね明らかにプロ版の方が光角式4倍のズームレンズありますんで望遠性能を重視しているユーザーであれば明らかにですねこちらの方がいいですね。 例えばね、スポーツ観戦とかであったり、さらに、まあ、子供をですね、遠くから撮影するっていう必要性がある人であれば、かなりですね、重宝するかなと思いますけれども、まあ、それぐらいしかですね、まずカメラ性能では差はありません。 で次にね、プロ版のいい点っていうのは、明らかにスピーカーの性能はプロの方が別格にいいんですよね。まあ、確かにプロ版もですね、完璧なスピーカーとまでは言いませんよ。少しですね、音量のバランスが悪いんですけれども、明らかにですね、ピクセル6と比べると、スピーカーの音質は圧倒的に6の方が上なんで、まあ、スピーカーはですね、プロ版と6とでは大きな差があります。 まあしかしですね、えー、この Pixel 6 Pro の優れている点というのは、まあそれぐらいであってですね、えー、Pixel 6ですね、無印版が優れているのはバッテリーライフですよ。まあ、なぜかね、Pixel 6の方が 400mAh ほどあのバッテリー容量少ないんですけれども、普段使いではですね、Pixel 6の方が約ですね半日分ぐらい Pixel 6 Pro よりもバッテリーライフ、私の場合ね、長続きしていました。で次にね、Pixel 6が圧倒的に優れている点が、まあ 価格、コーストパフォーマンスですよね。まあ、これね、価格が今のところ無印版が7万4800円で、プロ版が11万6600円で Google ストアで売られています。まあ一応ですね、11月7日までに買えば、あの両方ともですね、最大1万6000円分の Google ストアクレジットというのが付与されるんで、まあ、できればですね、えー、11月7日までにね、どちらか一方をね、買うことを強くお勧めします。で、本題にちょっとね、話を戻すんだけれども、まあ、6の方が 圧倒的にでですすねねと性能のバランス高いんですよ、ね、なので、えー、残念ながらですね4万2,000円も高く払う価値っていうのが、まあ、プロ版にはですね私全然見当たらないっていうのが結論なんですよ。でねまあ、以上が8つのカテゴリー別の評価をね解説した内容なんだけれども、まあ、最後にねちょっと言っておきたいのはピクセルの最大の強みって何ですかっていうことなんですよね。 で、それはまあ、私が思うには、OS の完成度の高さとサポート期間の長さ、そしてまあカメラ性能というですね、まあ、この3つですよ。まあ、大きく分ければ OS とカメラということで、この2つなんですよね。で、まあ、他にもね、いろいろこういい点はありますけれども、まあ、この2点が私はね、このピクセルを買う上で一番重要だと。 思っていていで、6にはですね、望遠レンズっていうのがないだけで、メインレンズと超広角レンズの性能っていうのはね、もうめちゃくちゃいい写真、そして動画が撮れますんで、カメラ性能素晴らしいですし、あと OS のね、使い心地の良さ、一番重要な OS 面に関しては、使っていてですね、まあ、全く違いが感じられないわけですよ。 なので、ね、ピクセルシリーズでやりたいことっていうのは90%以上ですね余裕でこのピクセル6でできちゃうんですよねだからまあ私が思うにはよっぽどのですね明確な理由がなければピクセル6プロをですね選ぶ理由っていうのは まあ、ほぼほぼないかなというふうに見ています。もうね、Pixel 6の無印版で十二分に幸せなスマホ生活を送れるっていうことが、まあ、私はね、えー、約束できると言っていいでしょう。今回もご視聴いただきありがとうございます。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。